と、じゃあこちらの物件について吉沢が、紹介します。概要です。この論文は、確率的その、まあ、5倍マルコフレンスサモンテカロ法を用いて、まあ、ADN の重みにの不確実性を、まあ、学習しようっていう論文になっています。で、その勾配の層の率っていうものを、まあ、ランチバン方程式の中に、まあ、組み込まれてるんですけど、それを加えるってことで、まあ、そのパラメータ空間の探索をより強化した、ベイジャン学習アルゴリズムっていうものを、トレーニングしています。で、まあ、様々な実験、まあ、今回言語モデルと、イメージアプション と、文の分類っていうのをやってるんですけども、それにおいてその確率的最適化、まあ、RMS プロップなんですけども、そういったものの重みの更新よりも、まあ、より良い提案手法というものを示して、まあ、優位性を示しました。イントロダクションです。その、まあ、まあ、普通の、まあ、RNA だと、まあ、その、過剰適合というものが、まあ、問題になっていて、まあ、まあ、そういう、まあ、ビーズ学習というものを導入して、まあ、不確実性をどんどん、まあ、取り込もうっていうものが、動きが、まあ、出てきているんですけども、その従来の、まあ、MCMC とかでは、その大規模なトレーニングデータに対して、まあ、スケーラブルな、その、学習ができないっていうことで、この論文では、その自然言語処理における、まあ、ビッグデータに対応するために、まあ、その RN のビーズ学習に、その、まあ、SGMCMC を、利用したっていう論文になっています。で、まあ、その SGMC、MCMC の、まあ、ニューラルネットワークでそのトレーニング数を利点として、まあ、4点ほど上げていて、一つはその、まあ、トレーニング数際ノイズを、注入することで、まあ、パラメータ空間をより探索するようにというか、まあ、直小解に、まあ、はまらないようにするっていうのがあります。で、二つ目が、まあ、モデル平均化により、まあ、過剰適合を軽減し、汎用性を改善、良くするっていうのは、その、まあ、ドロップアウトとか、あるいはその、まあ、今回はサンプル、禁止法っていうものになんですけども、そういったものをあれで平均化することで、まあ、まあ、過剰適合っていうものを、まあ、抑制しようっていうものになっています。で、まあ、3番目が、まあ、理論的な自己推定の収束を保証っていうのは、その、まあ、ランチバン方程式っていうものを今回使うんですけども、それが、その、自己分布に比例するような、形をとっていて、まあ、それを、まあ、収束を、まあ、理論的には保証し、まあ、保証しているってものになっています。で、まあ、4つ目が、まあ、SGMC、MC はまあスケーラブであって、まあ、トレーニングにおいては、まあ、SGD と、まあ、同レベルの計算こそと、フィッシャルは述べています。で、まあ、先行研究なんですけど、まあ、そのスケーラブなベイジャン学習というものは、まあ、今まで大きく2つに対に対別されていました。それが、まあ、確率的変分推論、まあ、まあ、カルバックライブラー情報量を、まあ、最小化にして、まあ、変分自由エネルギーを、まあ、最小化にする、まあ、あるいはエルボを最大化するみたいなものと、まあ、あるいは、まあ、SGMCMC で、まあ、サンプリングとか、自己分布からのサンプリングとかして、まあ、まあ、いろいろ やるやつですけども、まあ、それが、まあ、まあ、今まで RNA については、まあ、あんまりほとんど研究されてきてなくて、まあ、この2つが、まあ、2つの方法みたいな感じがあったんですけども、近年そのドロップアウトっていうものが、そのまあミニバッチのまあ近似に当たったんですけど、まあ変分推論に当たるということで、まあそのミニバッチレベルのそのまあ変分自由エネルギーを最小化っていう、するっていうことで、まあそれが最近知られていて、で、つまりその SGMC、MC にまあドロップアウトを適用したものっていうものは、まあこの2つ、まあいいとこ取りをするというか、まあ、そういったモデルになっているのではないのかということで、まあ、この論文では、まあ、SGMC、MCMC で、最終的に、まあ、近似事後確率分とかサンプリングして、まあ、まあ、推定するというものになっています。で、まあ、従来の MCMC というか、まあ、それがどういう使われ方をしたかっていうのなんですけども、まあ、それがその、まあ、一応計算コストを、まあ、軽減するために、まあ、マップ推定みたいなものを行っているんですけども、
筆者だから著者から言わせると、これはまあ天水定に当たるわけで、これはそのまあよろしくないということで、まあエプ推定っていうか、そのまあベイツ変推定 をしましょうということで、まあただこれ積分をまあ計算するのは大変なので、まあサンプリングなどでまあ近似推定するということになります。でまあ一応そこを言ったベイツのまあ基本的な定義があって、まあ一応その算出関数っていうものが、まあ一応そのログの対数誘導前の符号を取ったものっていうものになってきて、でまあバッチ処理をするってなると、まあこのような近似の処理ができて、で実際にまあこのチルダはテストデータなんですけど、テストデータで実際にそう動かすときは、まあその近似事項分布、近似事項分布か、まあ、いくつかサンプリングして、そういうのも、モデルの、平均を取ってあげるってことで、まあ、さっきの、まあ、積分を、まあ近似してあげるって形になっています。で、まあ今回の、パラメータ更新の称号なんですけども、まあSGLD と PSGLD っていうものを用いていて、まあ、そもそも基本的に SGD っていうものが、まあ、イクエーションなのがあって、でそれに、ランジュバン力学の、まあ、ランジュバン方程式を適用したのが、まあイクエーション6位になっています。でそれにさらにそのパラメータ空間の幾何的な情報を、加えようということで、リーマン検量の一つである、フィッシャーの情報量ってものを組み込もうってしたものが、まあ、SGRLD なんですけども、それが逆条列で入ってきて、これを計算するのがしんどいってことで、その逆条列のその近似的求める方法と、うまいぐらい相関というか、まあ似たような挙動数っていうので RMS プロップっていうものがで近似したもの、まあその前処理行列を施したっていう意味で、その、まあ、BSGLD っていうものを提案しています。で今回は、まあ、この SGLD と PSGLD をメインに使って、がいくっていうことになります。でまあ今回そのドロップアウトっていうのをやるんですけども、まあ、ドロップアウトっていうのは、ノードをマスクして、まあアンサンブル、まあマスクして、マスクしたものをいくつか、サブネットっていうんですけど、そういったものを考えて、それの、まあ、アンサンブル学習みたいなものを考えるので、まあ、ノードそのものをマスクするのをドロップアウトって言って、結合、まあ、H をの方をマスクするものを、まあ、ドロップコネクトっていう。でまあ、こんな感じの2つの式、まあ、Q がその、非線形の活性化関数になるんですけども、活性化関数自体にこう、ノイズをかけるか、重みにノイズをかけるかっていうものになっていて、で、まあ、ノイズにもその、思いっきり、ある適当な確率でゼロかあないかあるかみたいな区切り、2値の、やつ、だったり、まあ適当な積分布でガウシアノイズを加えてあげるっていうのがあって、まあ、今回はガ、その、まあ、ガウシアノイズに、まあ、ドロップコネクトっていうものでドロップ、まあ、ドロップコネクトをします。で、まあ、実験なんですけども、まあ、今回は言語モデル増加増キャプション、キャプションと、文の分類っていうものを行っていて、まあ、ドロップアウト率は基本、0.5 っていうことになっていて、まあ、こういった CPU を使って、まあ各パラメ、データセットごとに分ける、まあ、パラメータっていうのがこういうふうに、あります。で、まあ、まずラングエージモデルで、持ちレベルで、の、 その言語モデルということで、ある、まあ、戦争と平和っていう、まあ、ノベルを用いたものを用いて、RNN まあ、以外にも使ってますけど、まあそれこれはモデルを、まあ、この2つのメソッドに変えた、更新式を変えたものを使って、
やったところ、最終的なロスの下がり具合っていうのが、その PSGLD っていうの方が、従来の最適化手法、アルメスプロップよりも、まあ、よくなっているってことが、分かりました。で、まあ、次、単語レベルなんですけど、単語レベルでは、その、まあ、PTP コーパスっていうものを使って、2層の LSTM を、で、まあ、ボディのサイズを、3段階に、分けたものを使って、実験をしました。で、そのバッチ処理で連続ミニバッチとランダムミニバッチってものがあって、バッチ処理を行った時にその最終的な、隠れ状態を次のバッチそのまま持ってくるのか、あるいはそのバッチごとに、初期の状態はゼロベクトルにするのかっていうので、まあ、この2つで実験を行いました。その結果、そうですね、まあ、まずその、まあ、この太くなっているところが、まあ、まあ、上と比べて、のこっちのこの、外部の、モデルの、そのスコアとじゃなくて、こっちの上の方で比べて、まあ、良くなっているところが太さになっていて、でこれを見るとその小規模の時はそのドロップアウトっていうのは、むしろ よろしくないっていうことで、でそのミディアムと ラージっていうも、モデルのサイズが大きい時にこのドロップアウトっていうのが効いてくるっていうことが、これで分かります。でまあその、まあ、既存の、モデルの、先行研究のモデルのスコアに、まあ、だいぶ近づいているので、感じに、なっています。で、まあ、今、さっき言ったその小規模の LSTM ではなんでドロップアウトがダメなのかっていうのに対して、まあ、ヒーシャローは、そういったものにはその高いドロップアウト、その小規模のもので、半分くらいこう落としたものを考えて、濃度を落としたものを考えると、それがノイズになってしまうんじゃないのかってことで、また、不適切な、まあ、レベルのノイズが、まあ、入る可能性があるって考えていて、逆に中規模大規模な、まあ、STM には、まあ、ドロップアウトが、まあ、有効であるってことが、まあ、経験的に、まあ、分かったと筆者らは述べています。で、でその、サンプリングそのサブネットからサンプリングして、こういくつか、得られるは持ったものを最終的にこう、アンサンブル学習のようにこう、一つの出力にするんですけれども、まあ、それで、それが、まあ、どういう感じに有効なのかみたいなのを、まあ、例としてこの文を出していて、例えばこっちの集合の方のニューヨークとか、ストックエクスチェンジっていうものが、塊として、取れているのかみたいなのをこう、複数あって、でも、いくつかのモデルはしっかりもっと細かい流動で見ているみたいなものをこれで、捉えられている。でそれを最終的に全体的に、まあ、考慮したものがこう一番下になるんですけど、それが得られているみたいなことを、筆者らは述べています。次イメージキャプチャーなんですけど、まあ、画像の特徴量っていうものを、まあ、別のネットワークで、まあ、取り出して、まあ、それを、まあ、一緒に、情報を入れる、まあ、RN モデルで、まあ、LSTM でもできるんですけども、まあ、そういったものを、モデルを使います。でデータセットは、まあ、8K と 30K の、フリッカーですかね、を、まあ、使っています。で、まあ、これは、まあ、各画像に、まあ、5つの文が注釈されていて、それで、まあ、画像に対してこう文を、生成するみたいなタスクになっています。で、まあ、結果で、まあ、いろいろな仕様を出してるんですけども、まあ、基本的にはそのまず PSGLD っていうのがその既存の、手法に対して、まあ、良い、スコアを出しているっていうことがここからは、ここから分かります。
で、まあ、ちょっとその、まあ、リターの規模が大きくなると、まあ、ドロップアウトと、まあ、2対4対の、結果になります。で、まあ、その PSGD が、まあ、従来の RMS プロップに、まあ、比べて良い結果になっていて、まあ、これはつまり、まあ、そのドロップアウトがなくても PSGD 自体が、まあ、RMS プロップよりも、まあ、優れた最適化を、まあ、行っているということが、分かると筆者が述べていて、またここにその画像ごとに、さっきの、サブサンプリングであのモデルサンプルが出力する結果をこうビームサーチで、高いものかこう取り出してきたものを述べているんですけど、そうするとそのモデルごとに、全然その何て言うか、異なるそう結構ね分が異なるっていうか異なる側面をこう捉えているってことを、ヒーシュラは述べていて、その、これがその、まあ、そのベイジャン学習でその、まあ多様性といいますかその不確実性というものを、複数のモデルサンプルでこう捉えられているっていうのをヒーシュラは述べています。で次にセンテンスクラシフィケーションで、まあ5つの、データセットを用いて、まあ、TREC だけちょっと特殊で、6クラスの分類で、TREC 以外は、クロスバイデ、10フォードクロスバイデーションするんですけども、まあ、TREC は、全てのイントセットが分かれているのでそれで学習、させます。でその、TREC の学習の様子なんですけども、トレインの時はその PSGLD とか、まあ、ドロップアウト とかを行っているものっていうのは結構、学習誤差の収束が遅いんですけども、まあ、これは、まあ、筆者らはパラメータ空間を、より探索しているからではないのかと考察しています。逆に言えばそのバイデーションやテストの時は、それらの不確実性の、学習の、成果を生かして、直射感にはまらないような様子に、最終的にはその、エラーの割合がエラーの値が低くないようなところに収束していると、筆者らは述べています。でまあ、そうですね、同じことですね。まあまあ、その PSGLD はその、訓練時ではパラメータ空間より探索しているため収束が遅いけれども、まあ、逆に開発テスト時は学習した不確実性を用いて、まあ、過小的誤差ことなく低い誤差になるということなので。で、まあ、その、結果その5つのモデルで、まあ全部その全体で、どういう、誤差の値になるかっていう、誤差の値になるかっていうと、このような結果になって、まあ、その提案手法というものが最も、まあ、全てにおいて優れているということが、分かったと筆者らは思います。で、またその TREC の結果を、TSNE というものでその2次元に落とし込んで、まあ、可視化して、その文ごとにに見てその、クラスターの、その中途半端な、クラスのクラスターの境界にある分を持ってきてそれぞれのそのそれぞれクラスターにこうどれだけのこう、誤差でこう誤差を出していいのかみたいなのを、ここに示してるんですけれども、その本来のトゥルータイプが、その予想が誤差が低くなっているだけじゃなくてその標準偏差の方も、しっかり、小さな値になっているってことがに筆者らは着目していて、例えばそういった、曖昧な様子は単に誤差の値だけではなくてこういった標準偏差の、値で、どちらから分の分類っていうものがの仕様になるのではないのかってことを筆者らは述べています。で、まあ、まとめです。 RNN においてその重みの不確実性をモデル化するための、まあ、SGMCMC を使用したスケーラブルなベイジャン学習っていうものをこの論文は提案しています。
で、今回はその言語モデルとイメージキャプションと文の分類っていうタスクで、まあ、従来の RMS プロップよりも、まあ、優れた結果を出しており、その RNN における不確定の学習っていうものの重要性っていうものをこの論文は示しました。以上で終わりにしたいと思います。